オーロラ銃乱射事件はアメリカ合衆国の西部コロラド州の都市オーロラにある映画館にて2012年7月20日に発生した銃乱射事件である。バットマンシリーズとして制作された映画ダークナイトライジング上映中に実行された。12人が死亡、負傷者は58人を数えた。容疑者として当時24歳のジェームズ・イーガン・ホームズが逮捕され、 12回の終身刑と仮釈放なしの禁錮3318年の有罪判決が下された。2012年7月20日0時38分、コロラド州オーロラにあるショッピングモール内の映画館において新作映画のプレミア上映会の最中に事件は勃発した。実行犯は当初館内の座席に座っていたが、後部の非常口から一旦退出。 ガスマスクをつけ、防弾チョッキとヘルメット、ズボンを着用し、黒の戦闘用の手袋をはめ、拳銃2丁に、ライフル1丁、ショットガン1丁で武装した上で、開けたままにしておいたドアから、再び館内に戻り、上映中だった館内の前方に立ち、催涙ガスを2本投げつけた。ガスが立ち込める中、映画内の銃撃シーンに合わせて持っていた銃で、 逃げ惑う観客に対して10から20発の銃乱射を行ったほか爆発音もあったとされる。持っていた武器はいずれも合法的に入手したものであった。警察は当時24歳の青年ジェームズ・ホームズを映画館裏の駐車場に止めてあった車の中にいたところを逮捕。ホームズが警察に対して自宅アパート3階に爆発物があると供述したため、 室内の捜索を実施した結果、爆発物が発見されたため近隣住民を避難させた上で遠隔操作で処理を行った。発見された爆発物は化学物質などが含まれており、解体作業に数日を要すると思われるほど非常に精巧なものであった。事件当日に地元警察により犠牲者は12名、負傷者は59名が確認されたことを発表。 なお容疑者は逮捕された際、バットマンの悪役で、前作、ダークナイトに登場していたジョーカーを名乗ったとされていたが、警察は確認できないとしている。ホームズは7月23日、コロラド州、アラパホ郡地方裁判所に初出廷した。コロラド州検察局は、死刑を休憩した。2015年8月7日、ホームズ被告は12名の殺人に対し借り、 釈放なしの終身刑12回、さらに刑期最大48年の第1級殺人未遂が67件、32年の第2級殺人未遂が3件、爆発物所持1件で6年が加算され、障害致死と自宅の武器による偽装についての加算も含めて計3318年の抗金刑の判決を受けた。逮捕されたホームズは、 コロラド大学デンバー校博士課程の大学院生で神経科学を専攻。しかし大学の手続きが進められていた。過去の犯行歴は2011年10月のスピード違反しかなくテロ組織などとは無関係の単独犯であるとされた。またインターネットにて短期間のうちに6000発の銃弾を購入していた。犯行時は髪を赤く染めていた。人付き合いは 得意な方ではない平凡なタイプで政治的な話題を口にすることもなかったとされる。負傷者のうち21人はコロラド大学付属病院に運ばれ9人が重体と診断された。また負傷者の中には生後3から4ヶ月の乳児も含まれていた。また全体でも11人が危険な状態となった。犠牲者の一人であるスポーツレポーターのジェシカガービは6月に起きた カナダ・トロントの銃乱射事件にも遭遇しており、辛くも難を逃れていた。その1ヶ月後、友人と映画鑑賞のために訪れたオーロラの映画館で本県に巻き込まれ、犠牲となった。アメリカ合衆国国防総省によれば、被害者の中には軍関係者も含まれていたとされている。なお、当初死者は14人、負傷者は59人とされていたが、その後訂正されている。 銃撃事件について、オーロラ市長と話すオバマ大統領事件を受け、バラクオバマ大統領は犯行を非難するとともに、犠牲者を悼むコメントを発表。犯行が行われた7月20日に予定していた2回の演説の予定を変更し、1回目は追悼演説に、2回目の演説は取りやめられた。また共和党の大統領候補指名を確実なものに、 していたミット・ロムニーも追悼演説を行い、両者はコロラド州における選挙広告の放送を中止、選挙戦そのものが事実上の急戦となった。重規制の推進派であるニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグは事件後、ラジオ番組に出演し、オバマ、ロムニーに対し同様の事件の再発を防止するための対策を大統領選挙で打ち出すよう訴えた。 バットマンの新作映画の上映中、そして公開初日に事件が起きたこともあり、工業成績への悪影響が懸念された。また配給元のワーナーブラザースは7月20日夜に、パリで予定されていたプレミア上映会を中止したほか、銃撃シーンがある、別の映画作品の宣伝も一部自粛に追い込まれた。ノーラン監督は事件を非難する声明を発表した。 ニューヨーク市警察は模倣犯を警戒するため、同様に、バットマンの新作を上映する、市内映画館に、警察官を配備する措置を行うと発表した。映画館チェーン最大手である、リーガルエンターテインメントグループは必要に応じて、安全策を講じると表明し、映画館チェーン大手である、AMC エンターテインメントは、映画館へ顔を覆うマスクや偽の武器を持ち込むといった、行為を禁止することを、 映画館に通達した。日本では、ノーラン監督や出演者のアンハサウェイらの来日予定が来場者の安全を第一に考えた上で中止になったが、プレミア上映会は予定通り行われた。1999年に発生したコロンバイン高校獣乱射事件、2013年に発生したアラパホ高校獣乱射事件の 各現場との位置関係は数十キロ圏内である。ありがとうございます。